韓国歌手のチョンジュンヨンが、わいせつ動画を盗撮しインターネット上でルフ、共有した疑いで逮捕された。ソウル地方警察庁は性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反で、チョンジュンヨンに対する逮捕状を請求。ソウル中央地裁が令状審査を進め、逮捕状発布を認めた。これを前に、 チョンジュンヨンは相手女性の同意を得ず性的動画を違法で盗撮。人気グループ、ビッグバン VI も参加していたカカオトーク内グループチャットなどで共有した疑いが持たれている。